よいしょ、すげえ登ってる。これは去った峠以来ぐらいな登り坂です。まあ、夜から風が強かったけど、うわ、なんじゃここは、なんじゃここやばいでしょここ、すげえとこ来ちゃったな。ここすごいぞ皆さんここすごいぞ、見てこれ、何ここ、こんなとこあったの、すげえ、なんじゃここ疲れたけど、すげえすげえ景色、なんじゃここは、ここすごいぞはい、どうも高博 GT です。ご視聴ありがとうございます。今日はね、12月何日まあ日曜日です。はい、今年最後の日曜日の休みでございます。はい、本当に久しぶりのバイクですね。半月ぶりぐらいかな、ひょっとしたらそれ以上、3週間か4週間ぶりに乗ります。さすがにね、バッテリーが弱ってたね。昨日充電しました。はい、もうスイッチ入れたらこのね、このね、なんだっけ、電圧計が赤くなっちゃうぐらいな感じだったんで、はい、てなわけで、ただいまの気温何度だ、8度ぐらいかな、思ったほどではないんですけどね、風が強いですね今日。はい、本当はねラーツやる予定でしたが、あまりにも風が強いんで今回は断念しました。はい、残念。でもまたすぐね、やれるんでいつでも。はい、でちなみに今日はどこに行こうかと申しますと、浜石岳というところに行きます。はい、多分地元の人もそんなに知らないと思うんですけどね、俺も行ったことないんでナビしながら行きます。その浜石岳ってどこにあるかっていうと、まあ由比の上の方ですね。はい、まあ近いっちゃ近いし、そんなに遠くはないですね。ただ風が強いと。でその浜石岳は何で知ったかというと、レオン正友さんのね動画を見てて出てきた場所でもありますんで、まあ、いつか行きたいなとは思ってたんですけど、はい、今日は行ってみたいと思います。本当はねそこでダーツみたいな感じにしようかなと思ったんですけど、まあ初めて行くしね、どんな場所かわかんないし、まあ、とにかくねさっきも言ったように風が強いんですよね。なんでまたね、行きたいと思いますね、ダーツっていうか。まあその下見みたいなもんかもしれないですね。ひょっとしたら近々また来ちゃうかもしれないです。冬場はまあ行けるところが限られちゃうんでね、もう山梨の方は行けないと思うんで、で今シーズン初めてこのね電熱グローブを使いましたね。久しぶりですね、やっぱ電熱グローブいいっすねめっちゃあったかい。はい、でラーツはラーツなんですけど、実はねコーヒーツーリングっていうのも考えてたんですよね。そのコーヒーっていうのはまあなんていうかね、豆からやるっていうかね、コーヒーミルを使って、コーヒーミルを買ったんですよ俺で今日それを使う予定でいたんですけどね、まあ残念ということで。はい、もう準備満タンなんですけどね。でコーヒー作るのに結構時間かかるんですよ、やっぱりコーヒー
の豆からやるんでね、30分か40分ぐらい、初めての時40分ぐらいかかったかな。まあうちでね一応テストでやってみたんですけどね、まあそれはまたおいおい、ひょっとしたら車でやるかもしれないですけど、はい、それはまたこう動きたいってことで。でもなかなかやっぱね、コーヒーからやる、コーヒー豆からやるとね美味しいですよね、コーヒーもかなり。お、風強い。やっぱ風強いとねちょっと火を起こせないんでね、ちょっとそれが。で今日行く浜石岳っていうところがね、またいいとこであればまた行きますんで、まあ、そこでラーメンなりコーヒーなり作りたいと思いますけどね。あ、久々のバイクもいいですね、よし。なんかナビしてくるのも新鮮なんですけどね。これ確かあれですよね、ながら運転というかダメになったんでしょう。だからこのねスマホを2秒以上見ちゃいけないってやつか、多分これもそうですよね。一応これナビしながらなんで、一応ながら運転なんでしょうね。これは厳しいですよね。で車もそうなんですよ、実はあのナビを2秒以上見ちゃいけないんでしょう。びっくりしちゃいますけどね。だいぶね日が高くなってきましたね。そういえば時間言ってなかったな、6時半ぐらいですね今、家出てきたのが6時20分ぐらいなんで、まあ、割とね僕にしては遅めなんですけどね。でも今の時期はもうねしょうがないっていうか、暗いんでね、寒さよりも暗さっていうかね。いや風強いな、やっぱダメだ、ラーツは無理だったな。まあその浜石岳っていうところはまあ近い場所なんでね、なるべくはノーカットで行こうかなとか思ってます。ひょっとして、ね、これを見て行きたいって方がいるかもしれないので、その参考になればと思いまして。だから今走ってるのが旧、うわすげえ風つ旧国道ですね、まあ、昔の東海道はちょっと違うんですけどね。いや風強いな、これはこれはあかんかったな。で今でも完全冬装備なんで、もうめちゃくちゃ動きが鈍いですよ、もう足が全然曲がんないです、足が、足も肘も曲がんないしね、もう靴を履くのが大変でした。動きが鈍いんでね、しかも本当に久しぶりにバイク乗るんでちょっと気をつけたいですけどね。よいしょ。はい、ゆいのとこまで来ましたね。もうすぐで曲がるっぽいけどな、もうちょっと、もうちょっと直線のような気がする。浜下家行けるかな。結構ね、あの今年の台風の影響がまだあってね、いろいろ通行できないところがまだあったりするんで、あの箱根のところもそうですよね。あの十国峠のとこだっけ、箱根から十国峠行けないんだよね確か。湯河原パークウェイのとこまでだっけ、あのライダーズなんとかがあるとこですよね。まあ、そこもね行ってみたいですけどね。
なんかあそこでレンタルバイクやってんのかな。あのね、まさともさんの動画でね、なんか今試乗のやつやってますけどね、もしかしたら車で行って試乗するのもありかなとかちょっと思った。でもバイクで行った方がいいか。駐車料金がバイクの方が安いんだよね、あそこ。駐車料金というかね、なんか協力金を払うんですよね。今ね、ナビがこう左折ってなってますが、もうちょっとまっすぐ行ってみたいと思います。確かね、ガソリンスタンドのとこ曲がるんだよな。もうちょい先で曲がろう。そのね、ちょっと話戻りますけど、そのバイカーズ、なんちゃら、すいませんね、あんまり詳しくなくて、そこもいつか行ってみたいですね。で、市場3000円って言ったかな、1時間3000円しかもガソリン入れて返さなくていいっていうかね、なかなかいいっすね。そろそろ左折、この辺か。確かここを左折じゃない、右折、よいしょ、はい、来ました。はい、ここからね、ちょっと無口になるかもしれないです。ながら運転しまくりでいくんで、ちょっとその浜石岳っていうのがね、なかなかね、まっすぐ行けるところにないんでね、よいしょ、結構登るな。お、落ち葉がすげえ落ちてる。しばらくは道なりっぽいですけどね、かなりくねってます。お、風強い、すげえ。こんなとこで風強いってちょっときついな。この橋を渡る。なんか久々にバイク乗るもんで怖いな、いろいろ。ここを曲がるってなってるの、右折。あ、でもここ動画で見たかもしんない。ごめんなさい、ちょっと風邪ひいてたもんでね。よいしょ、お、浜石岳って出てますね。この道っぽい、合ってます。でもナビなかったら無理っすね、これ。この浜石岳は車で行けなくはないけど、結構狭い感じですね、道がね。で、結構登ってます。おおおお、道がすげえ荒れてる。甘いし、僕ね、こんなとこ本当に知らなかったですね。長年住んでますけど、まさともさんの動画がなかったらまず行くことはなかったところです。もう峠道っていうか山道ですね、もう。浜石岳まっすぐ、まっすぐだね。よいしょ、すげえ登ってる。これは去った峠以来ぐらいな登り坂です。間違いなくこういうバイクで来るとこじゃねえな。お、結構くねくねしてるね。お、富士山見えた。お、ここすごくね。ちょっと待って、お、すげえ、見えるかな。あ、でもここ止まれねえわ、上り坂すげえ。お、帰り見よう。お、すげえ景色。ちょっとね、本当にゆっくり行きますね。うわわわわ、ここの辺すごいな。うわ、
方にこけるかもしれない。おお、すげえ、よく行ったなこんなところ。おお、景色がすげえぜ。景色がすごいのはいいけど道もすげえ。おお、いや、ちょっと手がしびれてきちゃったな。景色がすごいけど見とれてるとやばい。おお、すごい上り坂ですよこれ。動画じゃ伝わんないかもしれないけど、よし、途中ちょっと寄りたかったけど坂道すぎて寄れないっすね、バイクじゃ。車だと離合が厳しいかもね。注意。富士山見事ですよこれ。動画で撮れてるかな。これは、おお、すごい道、ここ、もう全然車通ってない感じだな。結構ですね、結構な道ですね。でもすげえ眺めがすげえ。今多分動画では映ってないと思うんですけど、左側の景色が半端ないっす。よし、今度ね、本当はね、あの清水にね、まあ、今は清水区か、吉原ってとこなんですけど、そこから見る富士山もすごくいいんですよね。特に雲海が見えるってことが、そこもいつか行ってみたいんですけどね。そこもバイクじゃないと厳しそうなんだよな。うおほほ、でも一応目的地に設定したところには着いたかな。いや、これ帰りも気をつけないとな。お、真っ暗。思ったより寒くないですね今日ね。電熱グローブじゃなくてもよかったかもしれなかったな。この辺怖い。よし、もうすぐだ。もうすぐで到着。距離はそんなにないはずなんですよ。ただこの落ちてるものが半端ない。多分そんなに人来ないんだろうね、倒してるってことは。まあ夜から風が強かったけど、うわ、なんじゃここは。なんじゃここ。やばいでしょここ。ゆっくり行きます。おほほ、ちょっと開けたね。うわ、風強え。いや、これはでも本当ラーツは無理だったね。残念だけど、玄関に置いてきたんですよ荷物。本当最後の最後まで悩んだけど持ってこなくてよかった。結構重いんで、いろいろ道具が増えたから。まだ映ってるね。道としては面白いかもしれない。もっとこのね、散らかってない時に来れば、特にアドベンチャー系のバイクだったら楽しいでしょうね。オフ車だったり。よいしょ、すごい面白い道。
な道がね近所にあるとは全然知らなかった。よいしょ。こういうとこ怖え。立ちこけしたらアウトだ。行けないように行かないと。しかも久しぶりにバイク乗るからな。約3週間ぐらいか乗ってなかったから。ただでさえ乗んないのに。わあ、この辺もすごいひどい道が。おお、びっくりした今。向こうもびっくりしてるから。まさか対向車が来るとは思ってなかった。でもよかった、ああいう場所で。多分向こうの人も相当ビビってたな今。来るとは思わないでしょう。帰りも気をつけないとな。よいしょ。いや結構残ってきたで。なんていうかね、最近ね僕の動画っていうか見ていただいてる方でご近所さんが多くなってきたんでね、あのね僕の動画を見て走り行きましたって方が結構増えてきたんで、うん、この浜石岳もねひょっとしたら来るかもしれない方もいると思うんで、まあ、その参考になればと思います。ただ道は悪いんで気をつけてください。大型バイクだと怖いかな。でもちょっとね久々にこういう山道に来たんで結構楽しいっす俺は。はいはい、あ、駐車場に来ましたね。車が1台と思ってな。この辺であれだね、ラーメン作れそうだね。ちょっと景色はいまいちかもしれないけど。よいしょ。ゆっくり曲がります。はい。目的地には着きますね、もうすぐでね。でももうちょっと先なんですよ、俺行きたいところ。で、Google のなんかね、このマップの仕様が変わっちゃったのかな。もうちょっと上にね目的地があるんですけどね、そこになんかなくなっちゃってるんですよね。どっちか。だからその手前で目的地設定をしないとダメなんですよ。お、車が止まってる。どっちかな。あれ、俺道間違えたかな。え、今どこ？こっちじゃないな、多分。よし、ちょっと足が変、つっちゃったみたいな感じになっちゃった。こっちだよね、多分。行けるかな。あ、こっちって書いてある。浜石だけこっちです。ここにね目的地設定したんで、そっちに行っちゃいましたね。はい、こっちです。お、電熱グローブがあったかい。あったかいんだけど、なくてもよかったかな。思ったほどでもなかったっていうか、風強かったんで寒いかなと思ったけど。よいしょ。もうちょいですね。だから僕の動画を見て来られる方は気をつけてくださいね。まあ、なるべくその方々のためにもノーカットで行きたいんで、
よろしくちゃんです。頑張っていきたいと思います。まだよし、カメラは大丈夫か。ちょっとバッテリーの心配があるんで、もうね、そんな遠くはないはずなんですよ。あ、開けてきたな。頂上に着いたかな。よし、ですからね、もうちょっとお待ちください。おお、こんな辺段差がある。多分ほとんど車来ないんだろうな。がおかしいことになってる。でももう道なりのはずなんで、もうナビは必要ないんですけどね。あと700メートル。もうなんか鉄塔が見えましたよ。なんでしょう。お、この辺すげえ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 ぞ。すげえすげえ。ちょっと待って、見れるかな。動画では映ってないかな。駿河湾を一望できます。でももうゴールなんだよね。よし、もうちょっと頑張ります。はい、そろそろゴールのはずです。見える、すげえすげえとこ来ちゃったな。ここすごいぞ皆さんここすごいぞ。見てこれ、何ここ、こんなとこあったの、すげえ。なんじゃここ。ちょっと待ってくれ、地元の僕が感動してます。はい、ちょっと待って待って待って、すげえとこ来ちゃったよ。あー、ちょっと電熱グローブが。おお、ちょっと待って、すげえ。皆さん見えてますか。すんげえすんげえよここ。なんじゃここ。うわ、こんなとこ初めて来た。いやー、すげえすげえぞ。皆さん見えてますか、これ。これ肉眼で見てください、ぜひ。なんじゃここすげえすげえぞ。ちょっと写真撮ろう、まず。あ、やばい、カメラ撮れてますか。撮れてますね。ちょっと待ってくださいよ。来てよかった。全然期待しなかったんだよ、正直。写真で撮りますか。ちょっと全くっていうかね、全くでもないけど、これ富士山映って、あ、駿河湾は無理か。
いや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 、すげえ。箱根まで見えるよ。箱根も見えるし、伊豆も見えるし。これがね、富士川ですね、富士川の河口。いやー、すげえ。忍者さん、すごいっすよ。で、熱グローブ、あそこに置きっぱなしで写真を撮る。いや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 、サムネサムネ。サムネがいっぱい撮れますよ。どれをサムネにしますか。ちょっとあれかな、バイクの向きを変えようかな。いやー素晴らしいっす。すごいとこに来ちゃいましたね。そこね、登れるんですよね。ちょっと登ってくるか、せっかくだし。いやちょっと待ってくださいお兄さん。あの富士山の裾野に住んでる私がすごいって言うんですからね。いやここねおすすめ、今まで見た来た中で一番よく富士山が見えるかもしれない。よし、ちょっとねバイクの位置を、これこういう時電熱グローブ不便だな。こかさないように向きを変えて写真を撮ろう。いっそ。はい、ちょっと上見てくるか。ここねちょっとね登れるんですよ確か、マサブ、マサトモさんの動画なら。ここに止めてっか。ちょっと待って、カメラのバッテリーがどのぐらいあるかだな。まだある、まだありますね。ちょっとこのまま登ってっちゃいましょう。いやこれごめんなさいね、なんか多分動画見てる人はバカじゃないかって思われるかもしれないけど、いやこれ本当にすごいっすよ。いやこれね、これはすごい。まあ雲海が出てもいいかもしれないけどね。じゃあちょっと行ってきますか。まさともさんが歩いたぐらいだからそんな大してないでしょう。あの人歩かないから。俺も歩かないけど。よし、いや風強い。でもね、もうこっから見る忍者もいいじゃないですか。ここ車でも来れなくはないけどね。うわうわ、結構な道だな。よし、すいません、息が荒いかもしれない。なるべく息を荒くしないずで登ってます。あ、もうすぐそこだ。はい、ダメだ、息を止められん、無理です。あ、この辺霜が出てるな。この辺はどうせカットやろ。結構疲れたけど、すげえすげえ景色。なんじゃここは、ここすごいぞ。見てください、見ほ。じゃあこっから見せるね。こっち静岡方面で、あ、息がごめんなさい。こっちが静岡方面です。でこれがね美穂ですね、世界遺産の美穂の松原があったりするとかです。ごめんなさい、息ができない。で駿河湾が見えて、これ見てこれ、見えますか、あなた、すげえ。なんじゃここ。いやーここはすごい。長野のアルプスの方まで見えますね。トイレもあります。いやすげえ。
回行きますね、静岡方面からね。ここすげえ、すんげえとこ来ちゃった、すんげえとこ来ちゃった。どっちを向いても絶景、360度ほぼ。あ、今ね日が昇ってきましたね。やっぱ風が強いんだな。あ、ここでラーメン食ったら美味しいだろうな。いや素晴らしいよここ、ぜひ来てください。ノーカットでお見せしますんで、浜石岳707メートル、そんなないですね。うん、朝霧高原より低いと、低いところにいますから。いやいや、これ俺一番感動したかもしれない。うん、こんないいとこないよ。で静岡方面ね、あっちまで見えるとはな。はい、でこの辺は由比の町で、下の方ね、あっちが神原で、で富士の町があの川の向こうにありますね。いやいや、いい天気に来た時に来れてよかった。もちろんいい天気の時に来た方がいいんでしょうけどね。はい、てなわけでした。はい、どうでしょうか。ごめんなさい、おっさんの息が結構かかってるかもしれないです。よし行きましょう。いやこれちょっと、もうちょっと見てるか。今ちょうどね日の出で、富士山がね赤富士になる感じですからね。いやーここはいいっすね。あれが新幹線か。はい行きましょう。ガツガツゲー、ラーメンは無理だったね。はい、ではね戻りたいと思います。いやー素晴らしい。はい、今ね浜石岳にいますけどね、いやここはねまた来たいですね。いやいい、いいとこだな、素晴らしい景色が。ぜひね来たことないって方来てください。よし、さてそろそろ参りますか。はい、ただいまの気温3度です。よし、はい、電熱グローブを装着しまして浜石だけ、はい、まあ、近いんでねいつでも来れますね。もうしつこいようですけど本当おすすめなんで、来たことないって方は来られたらいかがでしょうか。ただし来る道はあまりよろしくないので気をつけてください、来るときは。よし行きましょう。まあ、ゆっくり下っていきますよ、本当に怖いんで。おお、ケツが滑る。こんな感じで帰っていきましょう。おお、すげえ道、おお、すげえ景色、うわあ、すげえジェットコースター、まるで割とエンジンブレーキが強い忍者でも、今一速ですよ、一速でこれでもエンジンブレーキ効かないっす。うすげえ、一速で下ってます。これもう手離してますからね、すごいっしょ。おお、なかなかいい景色だけど、もう頂上行っちゃえばそんなの関係ないっす。速で走ると走りづらいな。ここからでも富士山が見えますね。結構登ったってことだね。浜石岳は707メートルって書いてありましたけど、
急に上がってきたって感じだからね。よいしょ。うわうわ、怖い。これ下手なジェットコースターより迫力ありますよ。すげえすげえ。今一速です。よし、一速二速はね走りづらい、このバイクは。ながらの景色もいいけど、結構それどころじゃねえな。これですもん。いや、これ動画じゃ伝わんないだろうな、この迫力。でもちょっとね楽しいです。でもここの辺すごいいい景色じゃないですか。みかんもあって、はい、行っちゃいましょう。ちょっと止まれる感じじゃないんで。止まる余裕もない。もう道がこんなんですもん。いやー、よくこんなとこ来たな、これ。あれ、少し風やんだ。今、山の陰に来たからか。今ね、もう、チンコが挟まって痛いです。すいません。タンクと自分の体に挟まって、いや、そのぐらい下りなんです、ここ。もう本当にあそこが痛くなるくらい。よいしょ。いやー、でも楽しい、楽しい。めっちゃ怖いけど楽しい。うわ、チンコいて、やめて。こんなとこに椅子とかテーブルがある。ここでラーメン作ってもいいんじゃね。ただちょっと坂道だからバイク止められるかな。さっきのとこ良かったな。いい景色を見ながらラーメンかコーヒーを飲む。勢いづくとまずいな。どんどん行っちゃう。今は2速です。よいしょ。大丈夫かな。はい、あ、だいぶ降りてきたって感じですね。よいしょ。いや、手がしびれちゃってる今。またどうぞ浜石岳。いや、いいとこでしたよ。また来たいですね。浜石岳を愛する会って書いてあった。やっぱ愛してる方いるんですね。なんかこの辺面白いな。なんかある感じだった。はいはい、降りてきました。いや、楽しかったな。結構申し訳ないけど、そんなに期待してなかったですよ。まあ、道は荒れてましたけどね。よし、なんかあるのかな。よし、行くぜ。はい、ここから大河線乗って帰りたいと思います。まだ今年もう一回は乗れると思うけどな、バイク。ひょっとしたら最後の、まあ、遠出っていうほどでもないけど、うん、はい、浜石だけいかがだったでしょうか。本当にね、おすすめなんで、ぜひとも、特に地元の方で知らない方は行ってみてください。車だとちょっとしんどいかな。行けなくはないと思うけど、バイクの方がいいと思います。ただ間違いなく絶景です。はい、
ラーメン食べたかったな。また近々ね、また行きますんで、多分、うん、ラーメンダーツか、まあコーヒーツーみたいな感じで行きたいと思いますんで、右ですね。よし、はいはい。はい、バイパスで乗ります。はい、もう風強いから気をつけていきたいな。お、寒い。さすがにこの速度域だと寒いっす。ただいまの気温9度か。だいぶ上がったけどね。お、風が強い。風が強いからあんま飛ばさないほうがいいな。おー、なんか久々に国一走ってる感じ、いいね。おー、風強い。はい、まあせっかくなんでね、エンディングはいつものとこで撮りたいと思いますんで、まあこの辺はカットです。はい、はい、腕かまできましたね。はい、富士山いかがでしょうか、映ってますか。はい、今日は雲一つないですね。まあ上空の方にありますけど、はい、あの今日はね浜石岳に行ってきましたけど、いかがだったでしょうか。はい、ひょっとしたらもう2019年最後のバイクだったかもしれないですけど、うん、まあちょいちょい乗るかもしれないけど動画にはなんないかもしれないんで、うん、はい、その今日行った浜石岳は本当おすすめなんで、まあ、地元の人も地元じゃない人も、ね、ぜひ行ってみたらいかがでしょうか。はい、それではね、ここまでねご視聴していただきありがとうございました。またお会いしましょう。ひょっとしたらまた来年か、この動画ひょっとしたらあれか、その来年に放送されてるかもしれないけど、はい、ということで、まあとりあえずまたね。よしよし。